23年連続勝利を達成したヤクルト石川雅則投手44が元同僚五十嵐亮太氏45の YouTube 伊賀チャンネル五十嵐亮太の人生は旅だに出演プロ23年で通算186勝の代償を明かした日米通算906試合に登板した五十嵐氏は右肘が曲がらないためワイシャツの襟を直せないと話した 石川氏も朝起きたら小指と親指が感覚ないのと明かした。朝起きた時は3本の刺した感覚がないから10分くらいかけて動かして、ああ、戻ってきた。今日も行けるわ、となると続けた。五十嵐氏は長くやるとそうなるよね。いつくらいからと聞いた。30代の後半くらいからと答えた石川氏に、いいボロボロ具合だねと同じ年の戦友。 だからこその言葉でねぎらった。石川は、試合中に肩か肘が飛んでやめるのがわかりやすい。諦め尽くしねと明かした。